はい、皆さんこんにちは。今日もバイクカラーリング変更しておりますでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。今日のバイクは2台、やっちゃんのちょっと全部見せるとあれなんで、 GS アドベンチャー、ケンさんのドゥカティ、ちょっと見せないようにします。ではまずやっちゃん、なんかいろいろまたやったみたいですね。マイナーチェンジを行いました。マイナーチェンジですね。教えてください。何をやられましたか。はい。おお、なんかイメージが全然変わった。はい。カラーリングを。まずやっちゃん、はい、なんで色を変えたんですか。理由があると思うんですよ。あ、そうですね。はい。飽きた。で触ったところがもう透明がなんか。はい、白とブルーのイメージがあったのが全然なんかマットブラック感。はい、そうなんです。何が変わりましたか。だいぶ変わった。だいぶ変わりましたね。お前、あ、ここの一番大きいステッカー、はいはいはい、GS。 わあ、こっちも変わった。そして、あ、カラーリング、これ地図なんですね。ちょっとマット系、全然雰囲気が違う。あ、かっこいい。あ、すごい。 ADV R1250。 いや、これはすごいですね。やちゃん、これもともとのカラーリングが一部残ってたと思うんやけれども、はいはい、そこは綺麗に、実際最初のデガールってめくれるもんなんですか。はい、前がね、綺麗には取れるんですけど、あ、フロント側ね、はい、はい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 、ここなんですよね、タンクの上。え、パッと見ここはじゃ分かる、分かるでしょ。うん、これがね、クリア塗装がステッカーのデカールの上に、あー、そうか、素地があってデカール貼ってクリアが入ってんやね、はいはいはい、ほんでステッカーを貼ると、ステッカーを剥がすとクリアごと、そうで段がつくと。そう、あっちゃー。これもケンちゃんに教えてもらうまで知らんかって。もうやったあかんやつやんみたいな。あー、なるほどね。まあ言われたら、まあはわかる。でもまあまあ、でもまあまあ、まあね、変では全然ない。まあ、ただ気になるのは綺麗な部分は問題ないけど、汚れとか溜まったら、そうですね、ラインが浮き出てくるみたいなね。あ、まああるかもね、はい、いやでもやっちゃん、これはやっぱ GS って、はい、僕やっぱブラックや思うねん。そうやね。やっぱ黒や思うねん。うん。かっこいい。うん、ようなった、しまった男のバイクになりましたね。嬉しい。いやー、ありがとうございます。はい、いやいや、ちなみにやっちゃん、これおいくらぐらいでした？デカール全部で。全部でね。はい。6000ほど。安っ。安ない？某サイトでね。あ、某サイトでね。エロサイトでね。はいはい、了解しました。ありがとうございます。はい、さあ、次。けんちゃん、はい、まずご納車おめでとうございます。さて、来ましたイタリアバイクです。はい、けんさん、このバイクの名前教えてください。ドカッティの V2 ベアリスです。 V2 ベアリス。いや、これ今日初めて屋外で見させてもらいましたけれども、めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。カラーリングがね、かっこいい。すごい。このカラーリングはもうめちゃくちゃ太陽の下で映える。これはかっこいい。すごいですね。想像していた、もう当然まあ前回見させてもらいましたけども、全然色がの映え方が違う。今ハゲるって言った？言うてない。ハゲとは言うてない。まずケンさん、まあ今200キロ乗った感じ、はい、今 CBR、はい、M 線、はい、で、まあ3代目ね、これ、はい、あれ、ちょっと待ってください、ケンさん仕事って何してましたっけ。プータローで。あ、プータロールカティでケンさん初ですかね。初ですね。どんなイメージなんでしょうか。どうなんですかね。ドカティはほら、やっぱり若い頃から憧れのメーカーじゃないですか。ありますね、ありますね。これは一回はね、乗っとかなあかんと思って。ありますね、買っちゃいました。いや、これ乗り出しで約300ぐらいですね。そうやね。なるほどね、はい、まず乗りやすいか乗りにくい、次熱量はどうか、うん、で重いか軽い、実際どうなんですか。熱量は、はい、熱い。
やっぱ暑い。暑い。ケツさんなんかパンツ履いてましたっけ？パンツのインナーにね。あ、インナーにね。耐熱用のやつ。あ、やっぱり。ああ、履いてる。ここなるほどね。はい、やっぱり暑いね。やっぱ暑い。暑いね、ほんで重量はこれ何キロでしょうかね？これ200切ってますよね。切ってますよね。ねえねえ。だから軽いですね。あと他の2台と比べても。軽さある。なるほど。あとは乗りやすさってぶっちゃけどうなんですか？あくまで M 線 CBR と比べてなんですけどね。うん、ああ、いや、乗りやすいですよ。やっぱ乗りやすい。うん。所詮、ど素人なんで。はいはいはい。あんまりね。まあまあ、何乗っても僕ら一緒ですもんね。そうですか、はい。いや、でもかっこいい。いや、ケンさん、これ本当買ってよかったですよね。ね。めちゃくちゃかっこいい。はい、うん。でも、ケンさん、どうですか、逆に、これから、うん、まあ、ドゥカティ、ベイリスを買う人に向けて、はい、まあ、何か一個お伝えするとしたら何がありますか。こういうの、まあ、良いところ、悪いところ、一個ずつぐらいあれば。悪いところ、まあ、まだわかんない。ないね、まだわからん。うん、そうですね。まだ200キロ程度なんで。僕言いましょうか、こけたら高い。あ、それ。こけたらタコつきますね。M もそうやで。M もそうやで。あれも高いね。あれも高い。そうっすよね。まあ、性能だとサスペンションだとか排気量だとかいろいろあるんですけど、やっぱりカラーリングやと思います。うん、ここってめちゃくちゃ重要で、まあ飽きる人がいてるじゃないですか、ここにね。まあでも本当にカラーリングってすごく重要、うん、これが素晴らしいね。そうやね、うん、やっぱりそういう色使い、もうこれ全部デカールちゃいますもんね。そうやね。触っていいですか？うわー、もう仕事が細かい、すごい。やっぱこの3色のイタリアンカラー素晴らしいです。いや、ケンさん、また、はい、また、はい、ご一緒に、そうですね、走らせてください、はい、夏はどうなんでしょうね。夏地獄かも。地獄かもね。まあでも大概みんな地獄のバイク乗ってますから。ありがとうございます。はい、ケンさん、何ですか、なんか隠し事があるんですか？ここほら、この出しにくいんですよ、ドカティ。ああ、そうですね。綺麗に入るように、うん、ここまでデザイン考えてるから。はい。なので、ここにね、足の引っ掛け用のやつがあるんですよ。つけて、僕つけとった。あれ、買ってつけたら、うん、ここガリっていったんですよ。ほんで、このシール貼ってごまかします。ああ、そういうこと。あ、はい、あ、これ本来ないシール。うん、ない。かぶるんです。で、つけてなんで気づいたんですか？ガリてるから。ガリてる。で、なんか新しいリュックって？リュックは新しくないけど、リュックこれを装着できるんですよ。あ、リュックに？そうそうそう。ほんでファン。ファン。風はどこから出るんですか？背中ここから。実際どうなの？実際はね、ここにバッテリーが入ってるんで、つけちゃうと。あ、動いてる。音は全然静か。決めた。かな？こんなに？え、言い過ぎ？長い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 。やちゃん、言い過ぎ？え？いや、密閉するから。冷たい冷たい冷たい。そう、涼しいんですよ。じゃあ、背負ってみてよ。じゃあ、背中当ててみてよ。まあ、邪魔。あ、でも、怖いもんな、怖いもんな。めっちゃよ。うん。あ、ちょ、でも背中に穴入ってるから。うんうん。ちっちゃ。ちっちゃ。俺やもん。あ。え、どう？わからん。ちょっと冷たい。弱い。待てよ。で、今さっきは分からんかったからマックスね、はい、パワーマックスね、はい、はい、今どうすか？お、ちょっと冷たい。弱いな。赤いし手袋の手袋が血出てるんかと思いました。はい、バイビー。